それでは時間になりましたので始めさせていただきます。秘密保護法国際シンポジウム、アメリカ安全保障専門家が語る知る権利と秘密保護のあり方、本日主催のまず挨拶です。日本弁護士連合会の村越進会長より申し上げます。皆さんこんにちは。水弁連日本弁護士連合会会長の村越でございます。本日は大変お忙しい中、また土曜日の夕方という時間帯にもかかわらず、このシンポジウム、秘密保護法国際シンポジウムに、非常にたくさんの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。皆さんもご承知の通り、昨年の12月6日にたくさんの国民の反対にもかかわらず国際秘密保護法が成立をいたしました。日弁連はこの特定秘密保護法につきましては、検討段階からさまざまな問題点を指摘して強く反対をしてまいりました。この秘密の範囲が極めて広範であり不明確である、秘密指定の決定が確保されていない、刑罰があるわけですが、その処罰が重く非常に広範である。総じて報道の自由や国民の知る権利を侵害する、そして国会による行政の適機能をも弱めるものである、等々本当に多くの問題を点を指摘して発対してきたわけでありますが、残念ながら成立をいたしました。しかし日弁連は成立したからと仕方がないということではなくて、引き続きこの特定秘密保護法の廃止を求めて運動を継続しております。本日のこのシンポジウムもこうした取り組みの一環でございます。本日はアメリカからモートン・ハルペリさん、ハルペリンさんをお招きして知る権利と秘密保護の在り方について講演をしていただきます。ハルペリンさんはアメリカの核戦略の専門家でありまして、国防次官補代理や国家安全保障会議のメンバーを務められ、トワのツワネ原則の策定にも関わられています。また沖縄返還時の核密約にも深く関与されている方であります。ご講演をいただいた後、ハルペリンさんとこの沖縄の核密約を暴いた西山拓司さんの対談も予定されております。大変貴重なお話が伺っているのではないかということで期待をしておるところでございます。本日のこのシンポジウムが特定秘密保護法の廃止に向けた運動の一つの力になる、そのことを何よりも期待しておりますし、またそうなれば幸いであると考えております。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。冒頭にご案内しました質問用紙ですけれども、後ほどスタッフが質問用紙を持って会場内に回りますので、その時にお申し付けいただければ、お渡しすることできますのでお申し付けください。では続きまして、本日ご講演いただきますハルペリンさんの紹介を日弁連秘密保護法対策本部の海戸雄一副本部長にお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、某本部の副本部長をしております、弁護士の海戸と申します。今日は本当に土曜日のこの時間帯なのに、この会場がいっぱいという本当に夢のようでございますけれども、たくさん来ていただいてありがとうございます。
少しですね、今日のお話の、まあ、イントロというような形で聞いていただこうと思います。話は2つあって、ツアー原則、まあ、ハルペリンさんが作られた、あの中心になって作られたツアーの原則の話、それと沖縄の密約に、どういうふうに、ハルペリン氏が関与されたのかということ、この2つの話を、時間にして10分ぐらいの時間でお話ししたいと思います。まずツアーの原則ですけれども、これの元は日本も批准している自由権規約の19条だと思います。自由権規約の19条は、表現の自由、知る権利を明文で保障しています。2013年の6月、南アフリカの首都ツアネで、ツアネ原則、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則というものが制定されています。これは立法者に対するガイドラインという位置づけのものです。で、誰が作ったのかということですが、今ハルペリンさんが、働いておられるオープンソサエティのジャスティスイニシアチブという、まあ、団体が呼びかけたものです。このプロセスには国連やアフリカ人権委員会、米州機構、欧州安全保障協力機構などの特別報告者も加わっている、本当に国際的に広い意見を集めて作った会議だと、あの原則だというふうに言われています。ここに挙げたような文献が日本語では読めます。で、どういう内容か、まあ、今日この後あのハルペリンさんのお話があると思いますので、この部分は簡単に済ませますが、適切に秘密が指定されていることの証明責任は政府の側にあるのだということ、そして政府が自らの違法な行為、これを隠してはならないといったことも原則に定められています。秘密保護法には何を秘密にしてはならないかということが全く決められておりません。アメリカ合衆国の大統領令、まあ、現在有効なものの中にも、政府は法令違反の事実を隠してはならないというようなことは決められているんですが、こういう規定が、秘密保護法には欠けているということです。秘密の指定は期限が無期限であってはならないといったこともツアーの原則で決まっています。法律秘密保護法では、30年経過の時点で、承認を受ける。で、60年で原則公開になりましたが、これにもさらに7つの例外があるというような制度になっています。秘密解除を請求する手続きをきちっと定めるべきだということが通の原則には定められています。また公開の裁判の手続きにおいて秘密の内容を議論することを具体的に保障しなければならない。この点は弁護士にとっては非常に切実な問題になるわけなんですけれども、こういうことをツアネ原則は決めています。法廷に出すべき情報を出さないときには検察官の起訴が却下されるんだ、こういったことも決めているわけですが、今回の秘密保護法ではこういう保障規定が残念ながら全くありません。それから安全保障部門には全ての情報にアクセスできる監視機関が必要だということがツアネ原則では決められています。しかしこういう監視機関、これは今日本でいろんな議論をされていますけれども、現状で提案されているものはほとんど官僚中心であったり、単に意見を述べるだけで基準を決める決定権限もない、そういった組織しかないというのが実情でございます。また内部告発者の告発は法的に保護されて報告されてはならない。日本でもですね、公益通報者の保護法というのはできているんですが、この法律に従って内部告発した場合にですね、刑事罰が科せられるのかどうか、この点についてこの法律は何も語っていないわけです。また情報漏洩者に対する訴追は情報を明らかにしたことの公益に比べて非常に重大な損害を起こす場合に限るべきなんだということをツアネ原則は決めているわけですけれども、こういう規定が、法律には書いております。ツアネ原則はヨーロッパ人権裁判所の判例議論なども参考にしていると思うんですけれども、こういう慎重な配慮というものが秘密方法には見られません。もう一つ、これはハルペリンさんが本当に強調されていることですけれども、ジャーナリスト、機密をその漏らした公務員が一定 の制裁を受けることはあり得るにしても、ジャーナリストを処罰してはならないということがその原則には明確に書かれているわけですが、こういう保障規定は秘密保護法の中にはありません。
ということで、松上原則はこの自由権規約の19条の考え方を具体的にしたガイドラインだというふうに言えると思います。こういう原則をもとにして、日本のこの法律制度、秘密保護法は一旦白紙に戻して、もう一度どういうあり方が正しいのかということを議論を始めるべきだというのが一弁連の考え方でございます。ここでちょっと課題を変えまして、その核密約と、若泉さん、そしてハルベリン氏の、関係について少しご紹介したいと思います。ハルベリンさんのご経歴は、ここに書いた通りですけれども、輝かしい経歴で、ジョンソン政権、ニクソン政権、クリントン政権、そしてオバマ政権でもあったということですけれども、政府の高官を務められてきた方です。核戦略に関する、専門書、そして、国家秘密についての、 専門書なども書かれている方です。で、沖縄の密約というのは、正確に数えると西山さんさっき4つというおっしゃってたと思うんですが、私の認識でも3つあるんじゃないかと思うんですけども、政府の財政支出に関する秘密、これが西山さんが、暴露されたものですけれども、それと核密約、そして繊維交渉に関する密約、この3つがあったわけです。で、日本側 その返還交渉は二元化されていました。外務省が行っていた主として、その東郷文彦さん、吉野文六さんが担当されていた交渉、それともう一つのルートとして、佐藤栄作当時の首相が、自らの民主として若泉、普通経済とおっしゃいますけれども、さんを送って二元交渉になっていた。それの相手方となっていた、アメリカ側のカウンターパートがニクソン大統領、キッシンジャー補佐官、そしてハルベリンさん、そしてスナイダー日本部長の、こういった方々が、対応されていたわけです。で、若泉さんはですね、極秘交渉の経緯を記した田作中出氏を親善と干すという、こういうすごく分厚い本ですけれども、これを94年に刊行されています。その中で、当時ハルベリンさんとどういう相談をしたかといったことを、かなり詳しく書かれています。ジョンソン政権時代にすでに、アメリカ政府の特別補佐官とも面談をされていて、68年の12月に、退任直前のロスト補佐官と面談して、本人がキッシンジャーだから、よろしく話しとくよというような話があり、69年の1月に若泉さんはヘンリー・キッシンジャー氏と初めて会見することになります。この時にスナイダーさんやハルベリンさんとも面談していたことが書かれています。そして、これはちょっと現在の、ハルベリンさん その国風貌が現れていますけれども、当時の若かりしのハルベリンさんです。1969年の5月28日に NSDM13号、メモランダム13号と呼ばれていますが、こういうものがまとめられていました。これは1972年にの段階で沖縄返還に合意するということを以下の条件で合意するという、アメリカ政府の方針決定書でした。ここで軍事基地の使用が最大限自由であることを希望する、沖縄にある核兵器の存続を望む、しかし、大統領は緊急時の核の貯蔵と通過の権利を保持することを条件に、交渉の最終段階で核兵器の撤去を考慮する用意がある、こういう中身が、最終合意する半年ぐらい前にアメリカ政府の基本方針としては決まっていたということが分かります。若泉さんはこの他作の本の中でですね、この交渉戦略を自分は知らなかったということを明確に述べられています。で、この年の7月、若泉さんはハルベリン氏と面談されて、ここでこのメモランダムに沿って核の再持ち込みについて事前協議と基地の自由使用が解決されるならば、核については楽観的に考えてよいのではないかという、そういう示唆をされています。その翌日、若泉さんは佐藤首相の代理人、信任状を持ってですね、キッシンジャー氏と面談して、これを契機に日米の秘密交渉のホットラインが引かれることになります。これが最終的なニクソン、佐藤会談の時の写真ですけれども、この時に、
公表されたその日米共同声明の背後で、この部屋のすぐ隣にある、小部屋でサインされたと言われていますが、緊急事態に際して事前通告じゃなくて事前協議をもって核兵器を再び持ち込む権利、通過させる権利を認めるという、そういう趣旨の、日米の秘密合意がされたわけです。この交渉が終わった後もハルベリンさんは何度も日本に来られているようで、若泉さんと京都の観光を楽しまれているところの写真、これはNHK スペシャルと番組ご覧の方もいるかと思いますが、この本の中からちょっと引用させていただいた写真です。その後、向泉さんは密約を結んだこと、そして沖縄における基地の長期の固定化を招いたという、結果責任を取って実施したというふうに、この NHK の本の中には書かれています。そういう考え方について、お二人どう思われているかみたいなことも今日少し話題になるかもしれません。沖縄返還の時の交渉の全貌が明らかになるためには30年以上かかる。核抜き本土並みの金という、日本の市民は皆そういうふうに信じていたわけですが、核の再持ち込みの事前協議に応ずるという、そして基地の自由使用を認めるという、こういう代償を払ってようやく、沖縄返還ということが実現したと、こういう歴史認識をですね、日本人が全員持つべきではないかということを私も感じます。密約をその炙り出すためにはこれだけの事象が必要だと、西山さんの努力、そして若泉さんの本が発行された、外交官の吉野文六さんが勇気を振るって証言をした、佐藤栄作首相の家族が自宅からこういう密約文書が出てきましたと言って記者会見をました、アメリカの公文書館で、ガベ教授がその基地の処理を発掘してくる、最終的には民主党政権の岡田大臣の下で調査報告がされてこの密約が存在しているということが明らかになるわけです。ただ一番重要だったのはやはりアメリカにおける国家秘密開示の制度がなければですね、この日米密約の全貌というものは明らかにできなかったのではないかと思われます。アメリカでは確かに密約が結ばれましたけれども、この密約が25年後50年後には必ず明らかになる、そういう仕組みが整備されている。しかし日本にはそれがない、そういう状況の中で今回の秘密合法がそれに付け加わるような形で制定されてしまったわけです。国民の知らないところで結ばれている外交関係、そういう重大な秘密の上に築かれている外交関係というのはどこかで破綻していくのではないか、沖縄返還をめぐる核密約、そしてその他の密約、これが明らかになっていった経緯については、政府の秘密、とりわけ外交秘密についてどういうふうに取り扱うべきかということを考えるときに極めて示唆に富んだものであると思います。この点についても今日のこの後の、座談会の中で、まさしくその当事者、いろんな意味での当事者だったお二人、のご意見を聞いてみたいというふうに思います。今日のイントロとしてちょっとお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、今ご紹介がありましたハルベリンさんにご講演いただきたいと思います。お願いいたします。Great pleasure for me to be here, and it's wonderful to see so many people out on a beautiful Saturday to talk about government secrecy. But it is a subject that's worthy of our intention because it goes to the heart of a democratic society. So I want to start by talking a little bit about what kinds of information governments make secret and why that is important to public debate and public understanding about what a government is doing, especially in the area of national security. 本日はお招きいただいてとっても光栄に存じております。素晴らしいお天気のいい土曜日にもかかわらず、国家機密というテーマのもとにこんなに大勢の方にいらしていただいてとても嬉しく思っております。で、このテーマとっても重要なんですね。これはなんとならば民主社会の崩壊に触れる問題だからであります。ということで、
本日は政府としてどんな情報を機密扱いすべきか、また国民として国家安全保障に関する政府の決めた情報の取り扱いについて理解することがいかに大事かということについてお話ししたいと思います。In order for a democracy to work effectively, people must have access to information about what their government is doing so they can make judgments about voting and about participating in the political process. まず民主主義というものは効果的に機能するためには国民は当然政府が何をやっているか知ることができるために情報にアクセスを認められなくてはいけません。そして得た情報をベースにしていろいろ判断をし政治に参画していくわけです。And so it is especially important that the rules and procedures for classifying information, for releasing classified information, and for punishing people for the so-called unauthorized disclosure of classified information be developed in a very precise way.ということで、どんな情報を機密化するか、どういった場合にそれを開示するか、また機密情報を無断に開示した場合にどのような罰則が、課せられるかということについては非常に丁寧に綿密に、手はずを決めていく必要があります。ルールも含めて。If you look at how the secrecy system works in any democratic country, you find the same thing.どんな民主主義国家でも機密制度については共通のものがあります。On the one hand, the leaders of the government complain bitterly that it is impossible to keep anything secret. まあ一方では政府のリーダーはこの頃は何も秘密に保つことができないと不満をたらたら言うわけです。And on the other hand, whenever you look at the system, you see that far too much information.Is being kept secret. しかし他方をよく見ていますと、かなり機密情報扱いされていて開示されていない情報が結構あるということも分かるわけです。And in fact, when political leaders appoint commissions or review boards to look at how to more effectively keep things secret, those commissions all reach the opposite conclusion.で政治のリーダーが効率的に機密情報を手元に置きたいということでレビューをさせるために時によって委員会ですとか諮問委員会を作るわけですけれども大体そういった委員会から出てくる答申というのは正反対の内容になる場合が多いんです。They all conclude that far too much information is kept secret. つまり機密とされている情報が多すぎるという答申によくなるんです。But they also concludethat the only way to keep the few real secrets that any government has is to classify much less information. で、本当に秘密に保っていきたい情報があるのであったら、秘密扱いする、情報の量を絞り込んで行うことだ。それが唯一の本当の、守りたい情報を守ることだという結論にも達します。In one of the opinions by the Supreme Court of the United States,In the so-called Pentagon Papers case, this was put best. アメリカの最高裁が扱った一つの事件の中にペンタゴンペーパー事件というのがありましたけれども、国防総省の情報事件というのは、それがもう本当に言い得ているようなわけです。Justice White wrote that when everything is secret, then nothing is secret. その時にホワイトマン氏が言ってます。すべてが秘密であったら何も秘密ではないと。So the problem with the Japanese secrecy law is not only that it will lead to the classification and withholding of information that people are entitled to have. ということで、その日本の機密法というのはあまりにも範囲を広く取りすぎて、もうほとんどのものを秘密にするといったようなふうにも映るわけです。But by leading to the classification of so much more information,It will in fact make it harder to keep secret the few things that a government ought to keep secret and has a right to keep secret. しかし最初からあまりにも広く網を広すぎまして、情報の範囲で機密化すべき範囲をあまりにも広く取ってしまうと本当に守りたい少数の、極秘情報を守ることができなくなってしまうということであり、この少数の極秘
情報こそ政府としては本来自分の権利をまた守りたいと思うはずなんですけれども。So there are many stories that one can tell about improper classification. But I thought I would relate one that has to do with U.S.-Japanese relations, and which is, I think, a very illustrative story of the reasons why which, for which things are classified. ということで、不適切にいろんな情報をあれもこれも秘密化してしまうということで、いろいろ問題が生じてしまうということがあるんですけれども、それをご説明するために、どうしてそもそも、いくつかの情報を秘密扱いしなくちゃいけないのかということで、日米関係の例を聞いてみたいと思います。We've already heard a lot this evening about Okinawa, or what the U.S. government called the Ryukyu Islands, but I want to talk a little bit about a different island chain.今晩はどうもその沖縄をめぐる密約ですとか、まあ、琉球の話ということでいろいろ盛り上がるような感がありますけれども今の場合はまた違った島の例を挙げてみたいと思います。And that's an island chain that the U.S. government referred to as the Bonin Islands. でこれ小笠原諸島の話なんです。And the United States was occupying those islands in the period after World War II.実は戦後アメリカは沖縄と同様に小笠原諸島も占領していた時がありました戦後。When I came into the American government in 1966 and started working on Okinawa reversion, I also got drawn into an issue about the Bonin Islands, which was very revealing about how things were classified.私はアメリカ政府に入ったのが66年のことなんですね。そしてそれ以来沖縄の返還の担当にもなったんですけれども、それに付随して実は小笠原諸島も担当することになったということで、これで機密保持ということでいろいろ学ぶことができました。I received a call from a colleague at the Department of State who said that there was a very serious problem developing about the Bonin Islands.ある日、国務省の同僚から電話が入りまして、実は小笠原諸島について深刻な問題が起きているんだけれどもと言われました。He explained to me that after World War II, the few residents, few Japanese who were still left on the islands, had been evacuated and brought to Japan. 説明によりますと、第二次大戦後、まあ、数は少なかったんですけれども、小笠原諸島に住んでいた日本人が、まあ、日本の本And the American military was occupying the islands. というのは、当時米軍が島を占拠もしくは占領してたからです。And the problem was that the military were not allowing any Japanese to go back and visit the island. で、問題は、当時米軍は一度本土に戻ってしまったら島に戻ることをその日本人に禁じていたってことなんです。Because there were many graves on the island, this was creating a great problem. でも墓地がたくさん小笠原諸島にございましたので、墓参希望者がいっぱいいたということで、これが問題になっちゃったんです。Many Japanese were asking to go back to visit the grave sites. というのはお墓参りを望んでいた日本の方がたくさんいらっしゃったからです。And when the State Department, he explained to me, pressed the Defense Department to provide permission.For people to go back and visit grave sites, they were told was that was impossible. で、なんとかその日本の島民を島に返してあげて、墓参が叶うようにしてほしいということで、国務省からもなんとかならないかといったようなことで相談されたわけですけれども、なかなかうまくいかなかったと。And when they asked why it was not possible to let people go back, they were told that the reason was classified.でなぜ島民の帰還を認めないんだ、その理由は何ですかと聞きましたら、その理由は秘密だと言われたんです。And of course, the State Department officials explained to the Defense Department officials that they had security clearances and were entitled to hear classified information. もちろん、国務省対国防省の関係ということになると、対象となっている情報が機密であっても、もちろん機密情報にアクセスできるという許可をもらえれば、官庁同士としては情報にアクセスできることができるんですけれども。And the Defense Department officials replied that the reason was so highly classified that nobody in the Department of State could be told what the reason was.
And they asked for my help to try to deal with this problem. ということで、私に何とかしてくれないかという依頼が回り回ってきまして。So I thought at last I'm going to learn something that's really secret. で、本当の秘密の秘密をお知らせしたいんですけど。And I called in the naval officers who were in charge of the Bogan Islands. で、まずやったことは小笠原半島諸島を担当していた当時の海軍の士官を呼び出しまして。And I related to them this conversation that I just had with a State Department official. 国務省とこういう話があったんだけれどもということをまず伝えました。And I thought that they might tell me that there was some misunderstanding.これは何かの誤解ですよっていうふうに言われるかなって実は期待してたんですけど。But in fact, they confirmed the whole story. でもそうではなく、その通りっていうふうに言われちゃいました。It was not possible to let any Japanese go back. It was for a classified reason that was so highly classified that nobody in the Department of State could be told what it was.で日本 の, その島民を絶対島に帰還することは認められない。なんとならば、その島自体が超極秘秘密に該当する地域になっているからと。そしてなぜその超秘密扱いにするのかという理由もあまりにも機密扱いなので、国務省の人に対しても言えないんだという答えだったんです。So I exercised whatever authority I had and said, well, you're going to tell me what the classified reason was.でも私はそれよりももっと高い権限を持っているんだから私にならあの真相を教えてくれるだろうというふうに迫りました。So they looked at each other, shrugged, and finally decided they had to tell me. で、みんなその関係者お互いをちょっと見つめ合いまして、どうしたものかなと思ったんですが、最終的には私には教えてくれました。So I'm tempted to ask whether anybody wants to guess what the great secret was. 本当の秘密は何だったと皆さん。思いになるでしょうか。 So they explained to me that the secret was that there were no American military bases on the island. 秘密の内容というのは実は小笠原諸島の上にはアメリカの軍の基地がなかったんだっていうことだったんです。 And their concern was that if they allowed Japanese visitors to come back to the island, they would see that there were no military bases.つまり懸念というのは実際に小笠原の島には米軍基地はなかったということで島民が戻ってしまうとなんだ米軍基地はなかったじゃないかと気づかれてしまうと。And then they would demand the return of the islands to Japanese rule. そうすると日本の施政下に小笠原諸島を返してほしいと島民はきっと要求してくるであろうとアメリカ側は思っていたと。So I said that is not a valid reason for which you can classify information.We are going to start by telling the Department of State. そんな理由で当該、情報を機密化するということは全然その有効な理由にもならないと私言いまして、国務省にその旨伝えると言いました。And we told the Department of State, and of course they then insisted that we allow Japanese back. で、ちゃんと日本の島民を島に返してほしいというふうに国務省にも掛け合ったんですけど。The Japanese visitors came and saw that there were no bases. で、実際に島民の帰還が認められまして、島に帰りましたら、島には米軍基地がなかったということが分かり。And the Japanese visitors then reported to the Japanese government that there did not seem to be any military activity on the islands. で、島民はもちろん日本政府に対して報告をし、島に帰ってみたら、米軍の活動はなかったようですよというふうに報告いたしました。So the Japanese asked us if we would produce a memorandum on the military value of the Bogan Islands. We agreed to do that. And we produced a memorandum which was 1.5 pages.ページ数について1枚半のメモを作りました。There was not much to say. あんまり言うことがなかったので。And I remember to this day my Japanese colleague from the Gaiden Show, when I handed him the memo, he read through it, looked at it, and said, very short. 今でも
るんですけれども、あの日本の外務省の同僚がそのメモを受け取ってもちろん読んだんですね。短いなというふうに思いました。And of course, Japan asked for the return of the islands, and we returned them. もちろんあの日本側は後日この島を返してほしいと返還を要望してまいりまして返還いたしました。So what the story illustrates is that often the reason some information is kept secret is not because there will be harm to national security from an adversary by disclosure of the information. このあの逸話からわかるようによくあの情報は機密だ機密だというふうに機密扱いしたがるんですけれども、あの実は本当に国家安全保障にまつわるような例えば敵が絡んでくるような有害なにもし開示すると何からということで機密扱いされているのかどうかということなんかはなかなか疑わしいということなんです。The harm that is feared, as in this story, turns out to be absolutely correct.もちろんあのそれなりにあのこれを開示してしまったら大きな有害事象になってしまうであろうという懸念はあるわけですけれども。But the classification is not legitimate. でも結局その機密扱いのやり方があの適法というか、正当ではないということです。Because it is inappropriate in a democratic society to classify information to keep it from your own public or thePublic of another democratic country because of the fear of what people will do when they learn about the information. この情報があの知られたらどういうふうになるかというその結果を恐れてあの民主主義国家体制の下で当該機密情報を他国の国民にも出せないというような扱いというのを極めて不適切な取り扱いだということになるわけです。And there are many similar stories that, if provoked, I'd be happy to tell them.いろいろ他にも似たようなエピソードがございますので、あのご質問いただければお伝えはできるんですけど。So let me turn more specifically to the question of the Japanese secrecy law, and why I think it was adopted in an appropriate way, and that the arguments presented about why it was needed are in fact, in my view, invalid, and then talk a little bit about how the law.Deviates from the Schwane principle. 日本のその機密保護法という運動に戻るんですけれども、私としてはその採択の仕方はあの適切でなかったのではないか、なぜこれを通さなくてはいけなかったのか、その根拠についても納得がいっていないということであります。また、この法律というのは、ツワネ原則に照らし合わせても、あの乖離しているところが多いと言わざるを得ません。Now, as you've already been told, the Schwane principles.Were developed by a group of private citizens with consultation with a number of government officials, both retired and serving officials. まずそのツワネ原則というのはあの市民民間の市民のあのグループの人たちが中心となって作ったものであり、その過程においてはあの政府の幹部と現役の人をまたすでに退官してしまった人を含めて協議を重ねた結果できたものであります。They've now been endorsed by other bodies, including the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 欧州評議会も含めて議会中心の団体等によってもその後、承認といいましょうか支持されているものであります。And they've been commented on favorably by a number of UN special rapporteurs. 国連の特別、報告官によってもあの複数の人によって、交換されている、原則であります。And the principles cover most of the issues that are dealt with in the Japanese secrecy law. 日本の機密保護法でカバーなさせるような問題点のほとんどはこの原則がすでにカバーしているわけです。研究しているわけですけれども。They start with the requirement of Article 19 of the Covenant on Civil and Political Rights, providing for freedom of speech. まず、表現の自由、また言論の自由ということで自由規約の19条が言っていることを一体ツワネ原則は確認しております。And they recognize the principle that's now been adopted by a number of courts, both international and domestic, that freedom of speech requires access to government information.
で、この原則はその後国際裁判所、また国内裁判所いくつもによって、追随されて承認されているものでありまして、言論の自由の背後には政府の情報に自由にアクセスできるという権利がついているというふうに述べております。And I'll discuss later in my talk, they cover the same subjects that are in the secrecy law and they deviate significantly from the Japanese secrecy law.でこの機密法に関連しているテーマがいくつもこのトワネ原則の中ではカバーされているわけであり、これについては後ほどもっと詳しくお話ししたいと思いますけれども、その原則からかなり日本の機密法は乖離してしまったということなんです。What I want to discuss now is the question of what is the obligation of a democratic government, including the Japanese government, in dealing with the content of this one principle.いつまで原則の中身を対応するということについて、民主主義政府として、これは日本政府も入るんですけれども、どういう義務があるのかというところからまずお話申し上げたいと思います。I understand that a Japanese government official asked about the principles, said they were developed by civil society, were not obliged to take account of them, they're not important in deciding what we should do.で、トワネ原則のことについて日本の政府の管理が問い合わせを受けたときには、原則というのは単に民間の人たちが作ったものに過ぎないと市民活動家が、だから自分たちが参考にするような重要なものではないというふうに言ったと聞いております。And the first issue is, of course, the disregard, the disdain for the views of civil society.なんか市民社会の言っている人たちのことは少し下に見るといったような軽蔑めいた感があるようにも聞こえるんですけれども、 which goes against the global trend of governments and international organizations to take much more seriously the views of civil society as they develop their policies. 通常でしたら市民社会もしくは市民が中心となって原則見解などをまとめますと、それなりに非常に真剣に各国政府及び国際組織というのは受け止めるものなんですけれども、 But it also misunderstands what the claim is of those of us who have put forward the Shimane principles. また我々が作ったこのツマネ原則の中身について何を言いたいかということについても多分誤解されているような感があるんです。 Nobody argues that they're binding on governmentsもちろんその政府に全て盾をつくということではないんです。Nobody argues that the Japanese government or other governments must accept everything or even anything that is in the Shimane principles. もちろんツマネ原則に入っていることは一字一句も全て日本政府またその他の政府を絶対に受け入れなくちゃいけないというふうに迫っているものでもありません。But what we do say is that the principles start from the binding legal obligationsin international law. しかしながら原則としてはまずスタート地点として国際法の中で法的力を持つ法的なものとしてスタートすべきであるという主張をしております。And that they codify what is known as soft law. ソフト law というような考え方なんです。That is, they state principles that governments have an obligation to take seriously.つまりその政府としても真剣に受け止めなくてはいけない原則という位置づけです。And so the argument is, and I would argue this is what needs to be presented clearly to the Japanese government, is that it needs to take the principles seriously. ぜひ日本の政府の方にもはっきり皆様方からおっしゃっていただきたいと思うんですけれども、ぜひこの原則は真剣に受け止めていただきたいということなんです。Which means that it must go through the provisions of the secrecy law.And compare them one by one with the principles in the Shimane principles that deal with the same subject. 日本の国家機密法を条文ごとに、逐条ごとにさらっていただきまして、ツマネ原則と必ず照らし合わせて、どういう位置づけかということをもう一度ご評価していただければと思います。And if the secrecy law conforms to the Shimane principles, then it can move on to the next clause.で、つまり原則にちゃんと適合していると確認がつきましたら次の条文に移っていただくといったようなチェック方法です。But if the secrecy law is more secretive, is more limited than the Shimane principles,
then the Japanese government, I would argue, owes an explanation to the Japanese people and to the international community as to why it feels unable to do what the Xuan Yi principles suggest is the best practice. 裁量官報として、仮に日本 の, 機密保護法というのが、つまり原則に照らし合わせて、対象がもっと厳格になっているですとか、狭まっているといったようなことになりましたら、どうしてそういうふうになったのか、まずその根拠を説明しなくてはいけないということで、説明義務を国民及び国際社会に日本政府が負うということになります。Then it should be willing to subject its view, as stated in that analysis.With the Japanese public and with international experts who have dealt with the subject. そして国民としての見解ですとか、国際的な専門家の見解ということもすべてそのかみ合わせて、分析を加えると、そして、見解をまとめるということが必要ではないかと思います。And it should give them a chance to explain why the Japanese government may be wrong in thinking that the full application of this 1A principle is either inappropriate or impossible. つまり、つまり原則を 100% 適用することはできない、もしくは不可能、もしくは限定的にしかできないというのであったら、まずその根拠を日本政府として説明しなくちゃいけないわけでありますし、もしかしたら日本政府の行った判断は間違っているかもしれないわけでありますので、そういったことを見極めるためにも、まず説明が必要かと思います。And let me give you an example of that which occurred, in fact,during the drafting of the 1A principles. One of the principles says that when a document is classified, it must be classified paragraph by paragraph. That is, you can't simply say this whole document is top secret.まずはつまり原則の一つに文章を機密扱いするときにはパラグラフごとにその機密性を特定しなくてはいけないと単にこの文章もしくは書類全部そっくり機密ですというふうには言えないということになっているんです And not only can you not classify a whole document you can classify a whole page you must classify a document paragraph by paragraph文章全体を単位として機密扱いはできないわけですし、ページ単位でもダメだと、パラグラフ単位で規定しなくてはいけないという決まりに、つまり原則ではなくています。And when you classify a paragraph, you don't just say it's secret. You need to identify which kind of harm will result from the release of the information. で、あるパラグラフを機密扱いすると決めましたら、そのパラグラフイコールシークレットというふうに言うのではなくて、まず、これがもし開示されたらどういう害が発生するのかという、その有害の効果、影響というものを規定しなくちゃいけないということになっています。For example, is it about a war plan? Is it about a secret diplomatic negotiation? Is it about covert activities? Or some other identified category of potential harm?潜在的に有害になるかもしれない事象もしくは活動というのは戦争の計画であったり秘密の外交交渉であったりもしくは機密活動とかいろいろ考えられるわけですけれども And then you have to identify the actual harm that you think would result if this information was made public. で仮に当該情報が開示されたときに生じるあるであろうと考えられる悪影響というのを特定して書かなくてはいけないわけですAnd then you have to identify when the information could be made public, either by year or when a particular event occurs. で、その後に、年号ですとか、もしくはこの事象が起きたらということで、いつ当該情報が開示されるのかということも規定しなくてはいけないことになっています。Now, in fact, the lack of all those requirements is one of the important.Problems with the Japanese secrecy war, and I'll come back to that later. 日本の秘密保護法の中では、この要件が全く欠落しているというところが問題ではないかと私は思っておりまして、これについては後ほどまた戻ってご説明します。But my point now is, when we discuss this draft paragraph, with both serving and former officials from a number of different governments, they said it would be impossible.Implement all of these requirements. ただ説明付けとしてはそのパラグラフごとに機密扱いを決めるということをいちいちやっていくと元政府に勤めていた
官僚 OB というのがあまりにも多数に上ってしまうので、いちいちその要件を満たしているかどうかチェックするのはちょっと無理じゃないかという反論も書いてくるわけですけど、 And our reply was they are in fact required by the executive order on classification in the United States。でもどういう時にあの情報を機密扱いもしくは開示するかということについては細かい規定がアメリカの大統領令では決まっております。And we were able to bring in former and current American officials who said, yes, it takes a little while to get used to that, but after you do, it is perfectly easy to do, efficient to do, and it guards against excess classification of information. で、あの、アメリカの元官僚の話を聞きますと、あの、このシステムを慣れればそれほど大変なことではないと。あの、やろうと思えば簡単にできる効率のいい方法である。結果として過剰に秘密あの情報を否定してしまう、必要性も省けると、いい予防対策になるというふうに言ってます。And so those requirements were written into this 1A principle. ということで、この原則も、つまり原則に盛り込まれました。And so that's the process which I think you need to urge upon the Japanese government, and which I think every democratic government is obliged to follow. あの、ぜひあの、このプロセス大事だということを皆様の力に、日本政府の方に伝えていただければというふうに思いますし、これは至極どんな民主主義国家でもあのやるべきことだというふうに思っています。Go paragraph by paragraph through the statute, compare it to the principles, and explain why you cannot meet what the principles demand.あの、まずあの日本 の、 あの機密保護法を逐条ごとにさらっていただいて、パラグラフずつ見ていただいて、必ずあのつまり原則と照らし合わせて考えて、ちゃんと適合しているかどうかということを一つ一つあのチェックしていただければと思います。そして、適合していないときはどうして適合しないかというその根拠もしっかりとあの説明を求めていただければと思います。 Then listen to the response both by people from Japan, people like all of you, and also to international expertsabout why the government may be mistaken when it thinks the provision is inappropriate or impractical. どうして日本政府の書いたその法律には、つまり原則に適合していなかった部分があるんだろうということについては、ぜひ皆様方の声を大にして意見をおっしゃっていただきたいですし、国際的なエキスパートの意見も聞いていただければと思います。Then, of course, the government has to make the final decision. That's what it's elected to do.で、そういったその国民とか国際的な声を聞いた後、日本政府としては当然そのために選ばれている人たちなんですから、何をするか最終的に日本政府の判断が出されるということになるんだと思います。 But it owes its citizen that process and an explanation of why it makes its final decision about each provision。 で、政府に最終決定を迫るのは あくまでもその発議となるのは国民からの声であるということであります。Now this process will clearly take a lot more time than the Japanese government was prepared to devote to this issue. で、こういったプロセスを始めてしまいますと、かなり長い期間必要になりますので、日本政府が当初予定していたあの時間よりもずっと長くかかるということにはなります。But I would argue that the process went much too quickly. That in fact, for something this is important, there is an obligation to proceed slowly.And through multiple levels of discussion. 私にさらすれば、今回の法律を通すのがあまりにもあの素早く行き過ぎた、早すぎたというふうに思っています。内容が内容だけにこんなに重要なものでありますので、それなりにゆっくりと進めるべきであった。そして、多段階にわたって、じっくりとディスカッションを重ねるべきであったのではないかと思っております。And let me give you two examples of when that was done.2つ例を挙げます。One was in the enactment by the United States of a statute that just made it a crime to reveal the identities of covert CIA agents. 秘密裏に働いている CIA の、エージェントの、あの身元を明らかにするということを犯罪化する、ということについてのアメリカの制定法の話なんですけれども。This was a very narrow and relatively non-controversial subject.
そういった人たちについてはその開示しないといったようなことについては非常に対象が狭められているということであんまり議論は及ばなかった内容の法律ではあるんですけど Nevertheless, 3 years went by from the time that the administration first proposed legislation and the time that Congress enacted it. There were multiple congressional hearings in both houses and by two different committees. I myself was invited to testify 6 times on the bill in various committees. And in the end, the bill was passed that had the support of the American Civil Liberties Union and the CIA. And it protected genuine secrets without infringing on the First Amendment. The other story does not have quite such a happy ending. It concerns South Africa. There, the government, like the government of Japan, suddenly announced that it was urgent to enact a sweeping secrecy bill. And the ruling party in South Africa has an even larger majority than the LDP now has in the Diet. Nevertheless, it was persuaded to slow down the process, to consult with international experts, to consult with its own society before the bill was finally passed. And even though the final bill was one that many people in civil society still objected to, it was substantially better for this process. So let me turn now to the question of the reason that the Japanese government has put forward for passing this legislation. The Japanese government, as I understand it, has said that it was pressured by the American government to pass the legislation. It was told that it would not be possible to have full and frank sharing of information between the American government and the Japanese government unless the bill was passed. 一応言い訳といたしましては、この秘密保護法がどらないかぎり、十分フルにアメリカと日本の政府の間で情報が共有できないからということになったと思いますけれども。I can testify from my own personal experience that that is simply false. 私の個人的な見解もしくは経験から申し上げましても、そのような口実は当たらないということなんですね。 I have been involved as an official of the American government going back to the Johnson administration in the 1960s and coming through the Obama administration, which is now in office. And I have been involved in detailed discussions with Japanese government officials and had reports of other discussions with Japanese government officials on many subjects. この間、本当に細かい点にわたってまで、いろんな案件について日本政府の方と討議してまいりました。
These subjects have been the most sensitive and important ones, like weapon systems and the use of nuclear weapons. でも本当にそのテーマの中には機微に触れるような非常に重要な案件も入ってました。例えば兵器体系の話ですとか核兵器の使用にまつわる話ですとか。And never once was I told that I could not share information because Japan did not have an appropriate secrecy law. でも一度も日本にその適当な秘密保護法がないからこの情報は日本と共有できませんと申し上げたことはありません。And I am not aware of any time that that happened to anyone else. で、他の場合もそうです。And let me give you one concrete example that's a recent one. で、最近の一つの具体例を挙げます。I served on something called the Perry Schlesinger Commission, appointed by the Congress of the United States to recommend changes in the nuclear policy of the United States.アメリカの核政策を変更させるということで、アメリカ政府がシュレジンガー委員会を招集した時があったんですが、そのメンバーにならないかと私言われました。One of the recommendations that I in fact suggested we put in the report was that the consultation between Japan and the United States on nuclear matters should increase. で、一つぜひその委員会の出す答申に入れてほしい提言ということで、私が提案したのがあるんです。それは日米間において、過去については今後はもっと協議を重ねるべき、強化すべきだという点でありました。In fact, we said it should reach the same level as American nuclear consultations with our NATO allies. NATO の同盟国とアメリカが行っていると同じレベルまで核については日本と協議をすべきだというふうに私は主張しました。We distrust that draft regulation suggestion with senior officials in the Defense Department, the White House, and the State Department. The White House, 国務省、国防省の幹部にこのように起草したらいいんじゃないかといったような草案を出させていただきました。No one said that can't be done because Japan's secrecy law isn't tough enough. 日本の秘密保護法が整ってないからこれは通らないと言った人は誰もいませんでした。In fact, they all said this is a very good idea. We should do this. これはいいアイデアだ。ぜひ採択しようって皆さん言ってくれました。And then the Obama administration came into office and it implemented the regulation or the suggestion. で、オバマ政権の時代になりまして、この規則が具体的に施行されました。In conducting its nuclear posture review, it consulted more deeply.And more intensely with the Japanese government than it had ever done before. で、アメリカが核体制レビューを行った時も今までにないほど日本政府と非常に深く掘り下げて強力に協議をすることができました。The official most responsible for that review in the Department of Defense in the United States said to me that we not only consulted with Japan, we worked together with Japanese officials.Produce the relevant sections of the report. で、国防省側の管理が一番の最高責任者でこの答申書いたんですけれども、その人が自ら言ってました。この答申を書くにあたって、日本と本当に緊密に協議したと。そしていくつかの文書もしくは章については日本の管理共同作業で書いたんだとおっしゃってました。Now there's another way to think about this argument.That Japan had to enact this secrecy law in order to have full exchange of information with the United States. ただ、にもかかわらず、日本の今の持論としては、秘密保護法がない限り、100% 情報をアメリカと共有することはできないということがあります。If you compare the Japanese law with the law in the countries that are members of the NATO alliance and other allies of the United States,You see something important. で、日本の法律とアメリカが持っているその同盟関係で NATO 諸国ですとか、またアメリカが NATO 以外にも同盟国を持っているわけですが、そういった同盟先の国がどのような法律を持っているのか比べたといたしますと、If you compare the Japanese war to the wars in these other countries, paragraph by paragraph, on the critical issues, you see that they are very different.で、比較して見てみますと、大事な点についてかなり違っているということがわかるんですね。
the Japanese law in most cases is much more stringent than the laws of most of the NATO allies of the United States. アメリカの NATO 同盟国の法律と比べますと、ほとんどの場合、日本法の方がずっと厳格に書かれているということなんです。And yet no one has suggested, and there's no reason to believe, that the United States withholds information from its NATO allies because they do not have strong secrecy laws. ですけれども、そのアメリカの NATO 同盟国というのは、内容的には日本ほど厳格な法律は持っていないけれども、それを盾にとってアメリカは情報を NATO 同盟国に流せないですとか、止めるというのが実際に起こっていないわけです。Indeed, if you went to a senior official in the Department of Defense,in the United States and said, which of our allies has a whistleblower exception to the criminal penalties and which do not, they would have no idea. で、国防総省のアメリカの高級官僚にもし問い合わせをしたとしますと、アメリカの同盟国の中で、どの国が法律の中に内部告発者は処罰の例外扱いをするというふうに書いてある国、もしくは書いてない国、いろいろありますけど、内容してますかと言っても多分いい答えは返ってこないと思います、わからないと。So it's certainly correct to say that if Japan had no secrecy law,there would be information that the United States would not share. ということで、結論は日本に機密情報がないから、アメリカとしては日本に情報共有ができないということにはならないということなんです。But of course, as a speaker who will come after me will remind you, Japan had a secrecy law long before it adopted this new law. で、この後も多分園長がおっしゃってくださると思うんですけれども、日本でその秘密保護ができる前も実はその国家公務員の守秘義務という形で日本では似たような法律があったわけです。Moreover, if there were specific gaps in the law, they could have been plugged without drafting this draconian law that was in fact enacted. 国家公務員法でもし足りないところがあったら、それは埋める方法はいくらでもあったわけですから、改めて超厳格な法律を通す必要はなかったのではないかと思うんです。So I'm afraid I've gone on too long, but let me take a few more minutes. I want finally to look specifically at a few ways in which the Japanese secrecy law deviates from the Shuane principle. 具体的にその日本の法律が Shuane 原則に照らし合わせてどのくらい乖離しているのか少しご案内します。 For me, the most important deviation.Is that it provides in certain circumstances for criminal penalties for journalists if they reveal secret information. で、最も重要な点で深刻な乖離だなと思うのは、特定状況下において、あるジャーナリストが特定機密法を開示した場合、その行為が犯罪罰、処罰の、刑事罰の対象になるという項目です。Now, it claims to limit that to only certain circumstances.But the language is so vague that any journalist doing what they're supposed to do will fear that they may be subject to prosecution. Now, もちろん特定の状況下でということで限定的に条件がなっているという説明ではありますけれども、その実際の文言を読んでみますと、あまりにも曖昧に書かれているので、本来の仕事をしているだけのジャーナリストがもしかしたら刑事罰対象になってしまうかもしれないという恐れをいつも抱かないといけないといったような状況になってしまう。Shuane principles say flatly, without hesitation, there should be no criminal penalties for people who are not government officials for publishing information that the government says is secret. 政府が機密だと言っている情報を国家公務員以外の人が公表した場合には、刑事罰の対象にはならないとはっきりと Shuane原則を言っているわけです。And in fact, in most democracies, that is the law.ほとんどの民主主義国家はこの原則をちゃんと適用して採用してます。The American government will tell you, even though there's no statute that explicitly makes it a crime for journalists to publish classified information, that it is a crime. アメリカの政府としてもはっきりとその公共情報を開示したジャーナリスト刑事罰対象にはならないというふうに述べた。But the fact is, no journalist has ever been indicted in the United States
for publishing secret information. And only once in our history were people who did not have authorized access to secret information indicted for revealing secret information. And that case was ultimately dismissed because the judge read additional requirements in it in order to try to make it constitutional. So the practical situation now in the United States is that no journalist fears being indicted for releasing classified information. I should say they do fear being subpoenaed and compelled to testify, and that's an issue that we need to deal with in the United States. The American government is not asking Congress for a new statute to penalize journalists, and neither should the Japanese government. The second deviation that I want to call attention to relates to criminal penalties for disclosure of classified information by government officials. And here again, the Chuan-A principles say that best practice is not to have criminal penalties. But to rely on administrative sanctions, people can be fired. Their clearance can be taken away if they reveal classified information. But the principles go on to say that if criminal penalties are going to be applied, certain specific standards need to be met. And in three very critical ways, the Japanese secrecy law violates the criteria laid out in the Chuan-A principles. First, it says that the criminal penalty should not apply to all secret information. It should only apply to specific categories of information whose disclosure is specifically as excessively harmful. For example, the identities of covert agents. The identities of secret agents. And the legislature, after due deliberation, should enact specific statutes for each category of information that it wants to make it a crime to disclose. And second, there should be a provision in the statute to protect whistleblowers, to exempt people who reveal information about corruption or illegal activity.
And finally, there should be protection for somebody who says that the information they revealed was essential to public debate and that the value of the information for public debate outweighed the harm. これは秘密であっても公共でディベートするためには絶対に開示しなくてはいけなかった情報であると止めるよりも開示したバリューの方が高いといったような情報についてはもちろん保護対象にしないということです。And all three of those provisions are missing from the Japanese secrecy law, and they are essential if they're going to be the threat of criminal penalties against government officials.公務員に対して刑罰をかけるのであったら今申し上げた3つの項目が必ず入っていなくちゃいけないんですけれども日本法では全てこれが欠落しております。 Finally, the 20 principles adopted all the procedures that I outlined earlier about how to classify information paragraph by paragraph with an explanation and a date.最後にまたおさらいですけれども、その原則では、この手続き上、パラグラフごとに機密を守りたいのであったら、機密特定をしなくちゃいけないということと、機密特定をパラグラフの単位で行いましたら、それがいつ開示されるのかということは、条件をつける、もしくはその年限をちゃんと規定するということも、そこまで書かなくてはいけないということになっています。And those are all, of course, lacking instead. これももちろん日本法には入ってないわけです。So let me thank you for your attention during this long tour and to say how much I respect and admire the effort that's gone on in Japan to fight against this secrecy law. 以上長くなりましたけれども、ご清聴大変ありがとうございました。この日本の秘密保護法について廃止すべく皆様方が絶え間ない努力をなさっておられるということで深い尊敬の念を持つしかないです。And I hope that my visit and my talk tonight contributed in some small way to helping you advance that struggle. Thank you very much. Thank you, Mr. Monoha. まず、民主党の菊田真紀子衆議院議員からです。先の臨時国会で不十分な審議のまま与党によって強行採決された特定秘密保護法は国民の知る権利を保障する制度的な裏付けです。情報は国民のものという民主主義の原則を破壊するものです。日弁連の皆様の辞儀を得たシンポジウムの開催に心から敬意を表し、今後も結束して本法律の廃止を求めて活動してまいりましょう。続きまして、日本共産党山下良樹参議院議員からです。日本弁護士連合会が機密保護法の問題を正面から取り組んでおられることに心から連帯のメッセージを送ります。安倍内閣は機密保護法を強行しましたが、国民世論はこれに反対し憂慮する声が多数を占めています。機密保護法は憲法の基本原理を根底から覆す懸念の悪法であり、日本を戦争をする国に作り変える企てです。絶対に許すわけにはいきません。日本共産党は民主主義破壊の悪法に反対する一点での共同を広げ、世論と運動によって悪法を包囲し廃止に追い込むために全力を尽くします。共に頑張りましょう。以上です。ありがとうございました。では、続きまして本日、国会議員の方にご本人においでいただきました、生活の党小宮山康子衆議院議員です。ご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました生活の党国対委員長しております衆議院議員小宮山康子でございます。おととい院内集会があったんですが、本当にその話がちょっと疑問とかいろいろありまして聞けなかったので、本日
埼玉からさせていただきました。今先ほどのお話を聞いて、日本の官僚であるなら築城築城全部築城だという真っ黒の資料しか出さないじゃないかという心配もしております。私自身今国対委員長をさせていただいて心配しておりますのは、労働派遣法におきまして罰則規定が1年以下と書くべきところを1年以上と書いてきました。これでは1年以上20年未満というんでしょうか。こんなようなことをやっても国会での審議には成功表で大丈夫対応させてくれと、与党は言ってくるんです。人に罰則を与える、国民に罰則を与えることをその程度のことで、法律を通そうとするその姿勢自体大変恐ろしいものだなというふうに今感じているところでもあります。本来であるならやはりこれだけの国民に罰則を与える規定がこれだけすることであるならば本当に深刻に考え、捉え、あるいはまた政府が、国会法53条に書いてあるようにまずは撤回をするべきではないか。やはり、こういった、特定秘密国民の情報に対してまず国民の権利に対しての、意識というものが大変弱いんだというふうにも感じております。私自身、民主党という頃にですけれども外部の筆頭に理事といたしまして、国会で西山公認からお話しされますけれども西山さんの国会での参考人ということでお話を聞かせていただきました。まだまだ情報公開等もされていない、また退職参加に向かいそうな雰囲気のある今の政治状況の中で、ウチペンデルの指摘にあるようにこの武器保護法のようにそっくりが似たこのような法律は存在する必要はないと思います。何としても撤回に向けて私ともしっかりと頑張っていくことを期待させていただき、今日は私先ほどの隣にも前、山崎真也衆議院議員ともお越しさせていただいております。同じ思いを持つ安倍先生もいらっしゃいますけれども同じ思いを持つ国会議員と一緒に頑張っていくことをお伝えさせていただきということとさせていただきます。皆さん頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。次は当初の予定と違いますがここでちょっと5分間休憩を入れさせていただきます。質問